こんにちは、ウォッチ買取応援団です。本日はこちらの時計のご紹介です。ショパールアルパインイーグル。昨年秋に発表された新作モデル、ショパールが本気でラグジュアリースポーツウォッチ作ってきましたね。単純にかっこいいですし、かなり完成度高い時計だと思っています。これは改めてお伝えしておかなければいけないなと思いました。発売から数ヶ月が経ち、時計店でも見つけることができるようになってきたショパール渾身の1本、その魅力たっぷりとお伝えしていきたいと思います。本日も最後までゆっくりとお付き合いいただければ幸いです。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、ではまずはモデルの概要ですね、さっとお伝えしていきたいと思います。モデル名はアルパインイーグル。2019年秋に発表された新作モデルです。ケースサイズは 41mm のラージというちょっと大きいものと 36mm のスモール、ユニセックスのモデルですね。こちらの2つがあります。それぞれ異なる自社製ムーブメントを搭載しているみたいですね。で、どちらもそのムーブメント、スイスクロノメーター認証を受けており、高級時計として十分な精度を誇るものになっています。そしてサイズの展開のほか、素材と文字盤のカラーも複数ありまして、全部で10本ですね、がラインナップされております。好みに合わせてバリエーションで選ぶことができます。そして気になる価格なんですが、最もスタンダードなスチール製 41mm サイズのモデルで、メーカーサイト掲載の定価が147万円、実勢価格はもう少し安く、2020年1月現在95万円から120万円のレンジで買うことができます。さて、今回アルパインイーグルの魅力をお伝えしていくわけですが、お伝えしていきたいポイント3つほどあります。デザイン、素材、そして誕生ストーリー、この3つですね。1つずつご紹介してまいります。まずはデザインです。これはもう見ていただくのが早いかと思いますね。どうですか、この美しさ。デザインコンセプトはアルプスの山々とそこに生息するイーグル、アルプスの自然に対する敬意と情熱から生み出されたデザインとのこと。象徴的なのは文字盤のサンバースト模様ですよね。これすごい綺麗なんですけど、イーグルの光彩をイメージしたものだそうです。真鍮線の文字盤に幾重にもメッキされた塗料、そこに深めの彫りが施されています。まるでイーグルの目に映り込んだアルプスの地形のような印象も受けますね。針の形状は羽毛をイメージしているとのことで、秒針は矢尻のような形状に仕上げられています。ケースとブレスレットの形状も特徴的。ケースは両側にリューズガードがあるような形状で、細かく面取り仕上げが施されています。ブレスレットも本当に細かいところまで作り込まれてますね。表面はヘアライン仕上げになっていて、面取りされたエッジの部分はポリッシュ加工、そして真ん中の列、一段高い作りになっております。リューズには冒険家のシンボル、コンパスローズが施され、ここでも自然とのつながり感じることができるかと思います。そして強く目を引くポイント、もう一つありますね。基本方位、東西南北の位置に各2本ずつ、計8本でビス止めされたベゼル。このデザインはこのモデルの原型となるこちらの時計から引き継がれたもの。こちらサンモリッツという時計ですね。この時はベゼル丸型ではありませんでしたが、アルパインイーグルはこの特徴を引き継いで8本のビス止め構造というのを残しています。ビス止めは防水性能を確保するためのものですが、結果としてデザイン面でもアイコニックなものに仕上がっていますね。細かい部分、ビスの溝がベゼルの円周ラインに沿っている点も抜かりなく作られている証かと思います。はい、続いて素材です。アルパインイーグルに使われている外装素材、ショパールルーセントスチール A223 という金属が使われています。サージカルステンレスという医療用のメスに使われるような金属と似たような組成になっているみたいですね。皮膚への刺激が少ない組成の鉄系金属、鉄系合金です。開発に実に4年の歳月を費やしたとのことで、ここでもショパールの本気感じることができます。低刺激ということ以外に非常に硬いという特性も持っています。その硬度は高級時計によく使われるステンレス 316L の 1.2 倍、ビッカース硬度という硬さを示す単位があるのですが、その数値で表すと223とのことです。
ロレックスなど一部のブランドが使用する最高級ステンレス 904L のビッカースコードが200から250と言われていますので、それに匹敵する硬さを持っている合金なんですね。さらにルーセントスチール A223 には磨くと光るという特徴もあります。しかしながら非常に硬い金属なので、その加工は非常に手間がかかるものです。ヘアライン仕上げにしてもポリッシュ仕上げにしても研磨用の砥石がダメになってしまう。何度も何度も根気よく磨き上げていかないと完成には至りません。しかし完成された時の美しさはまるでプラチナのよう、アルプスの氷河を思わせるような透き通った輝きを見ることができます。素材まで含めて完成されるデザインなんですね。さて、ここまでほぼほぼデザインの話題だったかと思います。最後にお伝えしておきたいのは、このモデル誕生に至るまでのストーリーの部分。アルパインイーグルの原型となったモデルは先ほどお見せしたサンモリッツという時計、それが発表されたのは1980年のことでした。当時腕時計業界はどんな感じだったかというと、1969年にクォーツ式という大量生産ウォッチが登場して、一旦はその時下火になった機械式時計、しかしその市場がですね再び燃焼し始めた頃ですね、それが1980年前後の出来事です。1970年代にはラグジュアリースポーツのパイオニアとも言うべき2本の名作が登場しています。オーデマピゲ、ロイヤルオークとパテックフィリップ、ノーチラス。クォーツウォッチの登場の後、新たに生まれたスポーツシーンでも時計を使いたいというニーズ、そこに応えるべく誕生したステンレス製の機械式時計です。今でこそ当たり前になったステンレス製の高級時計ですが、当時は異例。高級時計はゴールドかプラチナというのが当たり前な時代だったんですね。しかしながらこの2本、皆さんご存知の通り見事なヒット作となりました。そんな時代の潮流、どんな気持ちで見ていたのか。1980年、まだ22歳の青年だった現ショパールの社長フリードリヒ氏は、当時のショパール当主であり自身の父でもあるカール・ショイフレ氏にサンモリッツのアイデア、そして製作への情熱を明かします。ブランド初となるスポーツウォッチであり、やはり初となるステンレス製の時計の製作、若き才能の大きなチャレンジは見事に成功し、サンモリッツは以降10年間ブランドのベストセラーとして君臨しました。そこから約40年、新作ウォッチアルパインイーグルの発案はサンモリッツを生み出したフリードリッヒ氏の息子フリッツ・ショイフレ氏によるものでした。ある日フリッツは父のデスクにあるサンモリッツを見つけ、現代によみがえらせたいと強く思ったそうです。時代は繰り返すと言いますが、40年前のやり取りがまたしても次の世代の親子間で行われたわけですね。このやり取り、公式プレスリリースの文面には粘り強い説得と表現されていたので、そう簡単なものではなかったように思えます。最後は父の根負け、息子の情熱、信念が実る形となりました。面白いのは腕時計の流行りが今またラグジュアリースポーツに向いていることだと思います。ロイヤルオークは2019年にモデルチェンジを行いました。バシロン・コンスタンタンのオーバーシーズは2016年にモデルチェンジ、さらにノーチラスも含め2010年以降は機能バリエーションも増やしています。さらにはドイツの名門ランゲ&ゾーネも2019年にブランド初となるステンレス製のモデルオデュッセウスを発表。今再びラグジュアリースポーツが熱い時代になっています。1970年代から80年代のラグスコ黄金期に誕生したサンモリッツ、そこから時を経て再び到来したラグスコ時代に復活したアルパインイーグル、親子の思いと時計業界の波が見事にリンクした名作となるのではないでしょうか。以上、本日はショパールアルパインイーグルの魅力についてお届けいたしました。個人的にはこのモデル、価格も相当魅力かなと思ってますね。この出来栄えで実勢価格100万円ちょっとですからね。老舗マニファクチュールでありジュエラーでもある、機能とデザインどちらも楽しめる時計なのではないでしょうか。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。